ゆとりなう、あさかわずです。あけましておめでとうございます。まりあつです。あれ、今年初収録だったっけうん。そうだっけ嘘今年もよろしくお願いします。撮ってんじゃん。嘘つくなよ、さらっと。え、嘘今年初めてじゃない。っていうことでね、今回は、 えー、20代、なぜ結婚相談所へ、えー、タイパや相談相手を求めっていうね、日経新聞からの記事なんですが、はい、人生のパートナーを探す場として結婚相談所を選ぶ20代がじわりと増えていると。うん、で、まあ、マッチングアプリでの婚活を経験した上で、時間効率を追求する、えー、タイムパフォーマンス、まあ、通称タイパや、えー、相談相手を求め、結婚相談所の門をくぐるケースが多いようだっていうことで、うん ええと、だから、マッチングアプリから結婚相談所に、まあ、ランクアップっていうのかな、うん、そのタイムパフォーマンスを求めてやってくる人が、20代が増えてるっていうことなんだよね。結局ね、その婚活アプリとかマッチングアプリのやりとりがめんどくさいって思ってる男女が多いみたいなんだね。 あれって会うまでいっぱいやりとりすんじゃんいいねを押したりとか、この日どうとか、なんかそのまあメッセージでやりとりするわけじゃんそれを結婚相談所がやってくれるから楽なんか。結婚相談所の人がこの人とこの人じゃあこの日にデートねって全部セッティングしてくれるんだよね。あー、そっか。だから選ぶ必要もないし。あとはそのほら、プロフィール見ただけでも会うっていう約束は取り付けられるわけじゃんあなたおいくつなんですかっていうとこが話始まるもんな。婚活アプリだと。 あとはほら、会うまでの道のりがかなり長いじゃん。その警戒してたりってもあるだろうし。本当にこの人結婚したいのかなって。そ,そうそうそう。そうなんだよね。で、まあ、それが結婚相談所だと、まず結婚相談所の登録のね、ハードルがいくらかあるから、あの、ちゃんと相手のね、本気で結婚したいんだろうっていうのが、ま、わかると。 で、まあ、これね、えー、婚活アプリを利用していた都内の女性27歳は、相手と実際に顔を合わせるまでの、こういう何、やりとりがうんざりっていう、そのアプリでのやりとりがうんざりしてたっていうことで、えー、タイパが悪いっていう風に感じてたんだね。 このさ、27歳は、もう早いのかなどうなんだろう、今。結婚相談所としては、若い部類に入るのかな ?27 歳だとね。あとさ、この場所はどのあたりがいいですかとかさ、そういうやりとりって何結婚相談所の人が代わりにやってくれるあ、あのね、そのアドバイスしてくれるんだって。デートはここがいいですよ、とか。ちなみに、うちの両親はね、なんか地元で有名なね、定食屋さんみたいなところだったって言ってます。 <laughs> それはでもあれでしょ多分お父さんがセッティングしたんでしょいや、コードさんが多分。あ、昔はそうか、そういう人が全部やってくれてたんだ。そうそう,そうそうそう。それがだから今結婚相談所に変わったわけだね。うんうん。まあ中尾さんってなかなかいないもんね。昔で言うちょっとそのおせ っかいいてうババアみたいな<ぜ> <laughs> 俺今わざと言葉に濁したのに <laughs>。<laughs> <laughs> そういう人がだから全部お金じゃなくて自分の気持ちでやってたわけだよね。うんうんうん。でもまあ今ほらそれがやる人がいないからまあお金を払って結婚相談所が代わりにやってくれるっていうことで。でも実際のなんかそのナコードさんはいはい。結婚式とかのナコードさんはその地元のそのお偉いさんっていうか。 まあ、当時で言うところの自治体長さんみたいな<ー>えっと、足利市長さんみたいな人に頼んだって言ってた。で、まあ、この27歳の女性はもっとサクッと出会いたいっていうことで、まあ、婚活の場を結婚相談所に切り替えて、うんえー、初回の対面日時や場所は相談所が設定するため、相手とダラダラやり取りする必要がなくなって、あ<ー>まあ、良かったと。で、そのまあ、カウンセラーを通すのでお断りもしやすいし、結婚への本気度も高い人が多く、効率的に相手と出会い。 いるととうことでやっぱり一回カウンセラーを通してるから。 断るににしてもその人に頼むわけだよねカウンセラーとの相性とかもあるけどね、あとはね。いいカウンセラーに当たるかどうかの問題はね、あるとは思うけれど。結婚相談所のカウンセラーっていうかその何、マッチングさせる人やってますっていう人に会ったことあるけども、まともな人あんまりいない, <laughs> いや。私と相性が悪いだけなのかもしれないけど、<laughs> ちょっと、あなたには頼みたくないわみたいな人ばっかりだったからさ。ああなんかね、あまりにも商売っ気がありすぎる。 とまあなんかそのプライベートであっただけだからそのプライベートと仕事はまた別なのかもしれないけどなんだろうねあのすげえよくできるカウンセラーって AI みたいいななな感じなんかもしそうデータから適切な導きっていう可能性はあるけれどなんか。 そこはちょっとな、まあ、もやもやする部分はあるけれど、で、アプリに比べ費用はかかるが、まあ、時間が有意義に使えるっていうことで、まあ、時間の節約になるから高くてもいいやっていう考え方なんだな。で、まあ、コロナウイルスで、まあ、その、対面での出会いが減る中、婚活アプリや結婚相談所といった婚活サービスを利用する人は増えてるっていうことで、これね、えっ、ー、と、特に若い人、20代の独身者の割合で言うと、 非常に増えてるとこれ大手相談所のね、えー、IBJ か有名だよねその20代の入会が伸びてるっていうことでなんと3年前の倍婚活アプリから相談所に変えたきっかけとしては短期で結果を出したいっていうふうに答えてる人が多いんだね。 まあねダラダラ婚活アプリをやるよりはお金が高くてもいいから結婚相談所で早く結婚決めたいとうんでまあ見知らぬ人との表面的な会話を繰り返すことによるマッチングアプリ疲れもあるようだとうんうんうんこれあれだよね 出会うまで取り繕うからさ、疲れちゃうんだよね、きっと。いいねとか、その、なんか相手を一生懸命褒めたりとか、写真とかね。写真とかも色々、ね、いろいろ加工しなきゃなんないし、それでほら、実際に会ったらさ、写真と違うって言うんだったら、初めから会ってる方が効率いいじゃんってなるわな。まあ確かに。うんだから、まあ実際にその結婚相談所で会った方が早いっていう風に考える人が多いと。うーん で、あとは男性のパターンだね。この婚活アプリを利用している関東在住の男性28歳も、面白い会話をし続けないと会うところまでたどり着けないのが気が抜けないっていうことで、やっぱり男側としても、マッチングアプリでのメッセージのやり取りで、相手の気をずっと引き続けなきゃいけないんだよね、会うまで。はぁ、あ、そうなんだ。だって、会う手前でさ、反応悪いなと思ったら会えなくなると思っちゃうじゃんあー。 そうなんだそうなると疲れちゃうっていうことで、まあ、結婚相談所に行くっていうことだね。うん で、これね、えー、政府が、えー、22年6月に発表した男女共同参画白書で、えー、20代の独身男性の約4割がデート経験なしという調査結果が出たことが話題になったが、えー、恋愛に自信がないという思いから結婚相談所を選ぶ人もいるっていうことで、その、だから、恋愛の相談をする人がいるから相談所にっていうパターンもあるわけなんだな。うんさっき言ってたデートのコースとか、その細かいなんかい 色々エスコートの仕方とか、うん、これほらマッチングアプリだと基本的にほらもう自分での個人での戦いというか全部自分で知識をアドバイスしてくれる人基本いないからねマッチングアプリは。もうもうさこののささ結婚相談所の人はな、うん、なんか年上なわけでしょで下手したらその親子ぐらい離れてるわけでしょなんかそれでアドバイスもらっても古くないって感じで なん <laughs> だけど大丈夫あんかなその辺は。結婚相談所の、この、カウンセラーも若い人もいるみたいよ。あ、そうなんだ。完全にあれだよね。仕事として割り切ってればそういう、ほら、教科書的なもんがあれば、若い人でもね、その、カウンセラーになれるだろうし。あ、そう、わかる。マニュアルあるって言ってた。マニュアル通り喋るって言ってた。昔の世話焼きおばさんじゃなくて、ちゃんとそういうの体系化されてるはずだから。そう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 。世話焼きで、うん、その、こういうとこ行ったらいいよとか、こうしたらいいよとかって言うんじゃなくて、 マニュアルがあるから、それをペラペラめくりながら喋るって言ってた。そういうことだよね。うん。まあ相談に乗ってくれる人がいるから、そういうとこに、この特に恋愛に自信がないっていう、このまあ20代のね、独身男性とかの人が行くっていうこと。その恋愛に自信がない、その周りにあれなのかな、その恋愛上手な友達とかがいないと、その相談もできねえって話かもしんないけれど。うん あ,あとはまあ昔ながらのその当たって砕けろみたいな。<laughs> その玉砕したみたいなパターンは。また結婚と恋愛って違うじゃない,いなんか恋愛はさ、なんか片っ端からその手出すとけはさ、とりあえず誰かは当たるだろうみたいな感じだけどさ、んなんかその同時進行でもいいわけじゃない恋愛だと。 結婚はさ、一人の人とって感じだからさ、最終的に。か確かにな。だからまた恋愛と、恋愛経験豊富な人が結婚してるとも限らないしさ。それはでもさ、まあ俺ちょっと古い考え方なんかもしんないけど、恋愛経験を積んでからじゃないとやっぱ結婚を考えられないと思ってるんだけど、そう、まあここに、まあ20代の若い人が結婚相談所行くのはそこがないわけだよね。恋愛をすっ飛ばして結婚したいわけだよね。え、もうめんどくさいんでしょ。それがタイパっていうことか。うん。 付き合っただの、別れただのさ、<laughs> 喧嘩だの、結果しただのさ、じゃあ別れるからだのさ、<laughs> また付き合うからだのさ、元彼なの、元彼なの,のっていうのがさ、ああめんどくせえってなるからあれじゃないよ。結婚する場所でバズッと結婚しちゃおうってなるんじゃない俺らみたいにしょっちゅう喧嘩したり、同棲したけど解消したりっていうのはもう、めんどくさいめく一年ごとに更新したりとか、そういうのがめんどくせえんだよ、きっと。<laughs> それはもうタイムパフォーマンス的にはありえないんだね。いや、俺はでもまあ自分で言うのもなんだけど、 それでしか得られないもんってあると思うんだけどな、その何言ってんだよ、<laughs> 50歳。っていうかさ、多分、なんか若い人が時間の大切さに気づいてきたんだと思う。まあ大切なのはわかるけど、俺恋愛は別に遠回りでいいと思うんだけどな。え、サクッと結婚してサクッと子供作りたいんじゃないの目的がそっちにあるとそう思うんだけど。サクッと結婚してサクッと子供作ってサクッと子育てしたいんじゃないのってなると恋愛で、 どうのこうのっていうのがめんどくさくないお互いがね、子供が欲しいとかそういう、まあ、目的が一致してればそうなんだけど、うん、俺はなんかちょっとな、その、恋愛感情がない人とその後子供を育ってたりとか、その老後とかを一緒に暮らすのってちょっと考えられないかな。あ、心理学的に言えば恋愛感情って2年でなくなるって言われてる。<laughs> 脳のバグだから、あれは。すげえこと言うな。<laughs> <laughs> なんか女性のがそういうのを現実的なんかなうーん、ていうかさ、好きなの嫌いなのでさ、相手を選んじゃうとさ、うん、なんかちゃんとその子供作っても子育てしなかったりとかさ。まあまあまあそっちのパターンもあるか。なんかその家に金入れなかったりとかっていう可能性があるけどさ、なんかその結婚相談所を言って、 そうすると一応その結婚相談所がその辺も相談に乗ってくれるっていうかさうっていうことなんじゃないの管轄アプリじゃああれでしょそういう責任まで取ってくれないでしょあのだからあれか星野源のあのドラマの逃げ恥みたいないいよねあれ契約から始まってるけどちゃんと契約を履行してるうちになんていうかな愛情とはまた違う何かこう,う、うん、友情でもないなああいうの情なのかただ単に情が芽生えたかもしんない。 ないけどそのスタート地点が恋愛じゃなくてもいいっていうことはまあ,ありうるんはありうるんだろうねまあ、昔だったらまあお見合い結婚とかそうだもんねおじいちゃんおばあちゃんとかに話聞くと、うん、恋愛結婚した人が今おじいちゃんとラブラブしてるとも限らないしそれはそうだ 逆にその、お見合いした人が冷めきってるとも限らないんだよ。だからなんかそれは、スタート地点に過ぎないので、うん、そっからどう関係を重ねていくかっていうのがさ、ゴールがさ、死ぬ時なわけじゃん。<laughs> ね、だからさ、死ぬ時までに、どうさ、結婚が例えばスタートだとしたら、うん、途中経過があって、ゴールが、その、なんか、二人でさ、老後みたいなところにたどり着くわけじゃん。うん ださそこまでにどういうその過程を踏むかっていう話であってさ別にスタート地点までにどう移動してくるかはあんまり関係ないんじゃないかなと思うんだけどなんかな俺ちょっと今それ聞いてて「砂の女」っていうさ小説阿部公房さんの知ってるえー、知らない。簡単に言うとそのまあ砂に囲まれて、うん、外に逃げられないようなそのまあ えっと、村みたいなとこがあって、そこにまあ、若い研究者がまあ、落ちて、出れなくなって、まあ、一生懸命逃げようともがくんだけれど、まあ、ふとしたきっかけで、まあ、出れる状態になったんだけれど、別に今日逃げなくてもいいやっていうんで、また戻ってくんだよね <laughs>。まあ、結局まあ、環境に順応しちゃうっていうのかな。囚われの身なんだけれど、そこの女性と、 その生きていくためにいろいろその砂をかき出したり、必死にこう、なんか共同生活してるうちに、あの、ま、実際セックスしてその身ごもっちゃったりして、ま、愛情が湧いちゃうわけだよね。そういう無理やりな環境であっても。結局だからその、恋愛って環境なんかなっていう気もしちゃうんだよね、俺。環境だってさ、無人島に例えば男女二人ポーンって掘ったらさ、別に普段であればその人に恋しないかもしれないけれど、 あ、この島には俺とあなたしかいないんだって思ったら、ひょっとしたら、好きになっちゃうかもしんないじゃん選択肢がそれしかないからね。もちろんもちろん,、うん。昔のお見合いとかそういうことなんじゃねえのかなーああ、まあね。選択肢を絞った上での、この人とうまくやっていける、その好きになれるかどうかっていうふうに自分をこう、型にある程度はめちゃうっていうのかな恋愛がっていうとさ、あのー、まだ、この人じゃないかもしれないからってさ、分かる分かるうん。 して、じゃあ次の人行ってみようってなって、その間に年取っちゃって子供作れなくなっちゃうみたいな。いや、そりゃそうで、だって恋愛体質の人が絶対浮気するはずだから、恋愛結婚した人ほど実は他の人とも恋愛する可能性があるわけだよね。別にそれは私は肯定するので、どっちでも。い, <laughs> いや、別にそれが、あの、いい悪いっていうんじゃなくて、う,ん、うんと、続かない可能性があるわけだよね、そっちのが。 でも恋愛じゃなくて、契約で結婚してると、その契約で、えっと、成立してるから、結婚っていう契約結んだんだから、最後までそれを成し遂げましょうねってその、結局、ほら、他に目移りしなきゃ、それでいいわけじゃん。うん。恋愛体質じゃない人だったら。結婚してから目移りする可能性はゼロなのかね。それがだから俺環境だと思うのよ。うん。え、例えば自分が働いてる会社にすげえ自分のタイプの女性とか入ってきたら目移りしちゃうでしょ。うん。 だからさ、だからさっきの砂の女みたいに砂で囲まれた何にもねえところに放り込んだら目移りすることないんだから。それはさ、物理的にその人がいないからだけどさ、通勤途中にも人いるし、会社にも人いるしさ、なんかちょっと飲み行った先とかご飯食べ行った先とかにもさ、いるわけでしょう。ってなったらさ、目移りしないんかねそれはどうなん、いやわかんねえ。突然だから、今まで、 その20代の時に恋愛とか全くなかったけれど、40ぐらいで運命の人と巡り合っちゃうっていう可能性あるよなぁ。うん。40でも50でもそれで結婚する人もいるしね。それでだから離婚してその人とっていうパターンも当然あるだろうし。そうなったらなったで離婚してその人と結婚しますからっていう契約書を結んどけばいいのか最初に。運命の人が現れたらってうん。<laughs> <laughs> <でも S 2> その人が運命の人であるかどうかわからないけど。<laughs> それはだから最初の当初の結婚して子供を産んでっていう目的からそれてあ、やっぱり自分は好きな人が現れたんだってなったらそっちに振り切って全てのそれまでの生活を一回捨てなきゃなんないわけだよね。うん。そんなことできるんかないや、でも恋愛体質の人だとそうか、いつになっても。 その初恋みたいなんができるわけかさ家族との関係だってさ形、うん、ぐらい時点でさある程度振り切ってみんな予想に出てくるわけでしょまあまあそうだねでいつもでもそれができないのが子供部屋おじさんとか言われてるわけでしょ <laughs> でもみんな一回はやったことあるんだよそういうことじゃああれかな 子供が例えば成人迎えたらもうお互い二人自由恋愛しようっていう風に決めたりとか。<laughs> なかなかすげえ夫婦だけどそれも。子供がいなければいいんだろうけどね。子供がいるとまたちょっと厄介かもしんないね。その自由恋愛っていうのは。ってなると子供を作らないっていう選択肢もありになっちゃうの。でもおそらくだけど結婚相談所に行く人のほとんどは子供が欲しいんじゃねえのかなあ。 だから急いでんじゃねえのかなと思うけどね。そのアンケートがないから出てこないから何とも言えないんだよね。なんで結婚相談所に登録したんですかここで見てる記事だとその、動機というかね、子供が欲しいかどうかは一切触れてないからわかんないけれど。 俺は、ま、ただパートナーが欲しいって言うんであれば、あのー、マッチングアプリでそういうちょっと時間をかけた楽しみ方でもいいんかなって思うけど、その、年齢的にその、早くしないと子供が産めないっていう人であれば、確かにそのタイムパフォーマンスは重要になってくるかなって気はするかな。そしたらこの、カーズさんはこのダインっていうアプリは向かないってことですね。最後ね。<laughs> 最後にった。そうそう。あのー、出会い後は時間をかけ交流をっていうことで、タイパ重視の流れを意識して、え面倒なやりとりを 省いたマッチンングアプリでダインっていうのがあるんだって相手とのメッセージ交換なしで食事デートができるっていうことでお互いにプロフィールがこうあってそれをリクエスト送ってマッチングすると、まあ、勝手になんかその自動調整で2人にとっていい日程をこう教えてくれると。 これはなかなかちょっとね使うのが難しそうなアプリだけれどなこっちの方が楽だけどねあだからマリアツくんはそういうふうに考えるわけだねあのタイパでを考えるとタイパっていうかなんかそのメッセージやりとりしてる間に相手がさから返事しこなくなったとかさ、うん、でももうちょっと待ってみようかとかさどのくらいしたらこっちからまた誘いの、うん、送っていいのかなとかさ、うん、そういうのめんどくさいじゃんわわかかるかるこれはだから 会ってから考えた方が効率いいと思うんだよね。その会う前にいろいろ考えて、うん、その時間をかけるより、会って、あ、この人を自分に会うか、会わないかっていう、まあその相手側も、その写真じゃない、実際に動いてる、その姿とか声とか仕草とか、全部そういうとこも含めて、やっぱり会ってから、 付き合いいいを考えた方がかいいかなと思うから、まあ、すごいさ写真は清楚だったのに会ってみたらド派手だったみたいなさそういうのあるからねうん、うん、だからそれがだからあれだよね今の若者はそこに時間をかけたくないわけだよねうわこいつ結婚したら金かかりそうだなみたいなさその相手の持ち物とかも分かるもんねうわブランド品ばっかで来たみたいなさうわ <laughs> 私はシャネルってこ,こ <laughs> チャンネルしか知らないけど実際に会った時の方が情報量が多いから参考になるっていうことだわな、うん うんってなったらあれじゃない恋愛したい人はアプリで、結婚したい人は結婚相談所でいいんじゃないああ、それはマジでそう思うわ。あのー、その住み分けはできるよね、全然。結局なんかこの出会い後は時間をかけ交流をっていうのがなんか今日の締めな気がする。あ<ー>なんかさ、出会った後に時間かけてさ、 あのお互いのことを察していけばいいはわけじゃんそれは恋愛も一緒でしょ恋愛も結婚も一緒,なんも一緒だねうんでも結婚相談所に登録してる人は早く結婚したいだろうから出会ったあとすぐ結婚っていう話は出るんだろうねまあ1年以内とかっては言うよねなんかあるんでしょあの相談所によってはその期間を設けてその,その間に答えを出しなさい的なやつが。 いや、たださ、なんかさ、その、結婚相談所で結婚しますってなるまでにその大人の関係になれないみたいなのがめっちゃめんどくさい。やっちゃいけないみたいなさ、結婚したらド変態だったとか嫌じゃない <laughs> いや、それはだから、夜の。イスエムプレイを毎回やらないといけない体質とかさ、嫌 <laughs> じゃないそれはだから、 結婚する前に話し合っとく、話し合うな。いや、本当のこと言うとは限らないじゃないいや、俺はだから結婚する前に絶対セックスはした方がいいと思うよ。あ、でもそれでも隠し通すことはできるか。うん、な、まあ、逆にそう、隠し通す人はなんでそこまでして結婚してんだろうって思っちゃうしね。じゃあその、知らない性癖が、 後で発覚した場合は離婚しますっていうのを一文加えないといけない。<laughs> それを一文入れてる段階で、なんか変な性癖持ってんだろうなって疑われちゃうじゃんね。えなんかさ、あの、私は日本式の結婚よりアメリカ式の結婚のがいいと思ってて、<laughs> あ,あ,あの、日本式って、あの、指輪をこう見せながら、ちょっと古いかもしれないけど、指輪をこう見せながら、結婚してくださいってやるわけよ。あでも、アメリカの場合は、 んと、あ、で、それプラス、まあ、その、持ってく人は婚姻届けとか持ってくんだけど、うん、アメリカの場合は、結婚前契約書っていうのを持ってって、これにサインしてくださいって言うんだって。<ー>結婚したいってなったら。で、そっから、この契約書は、こういう項目を書き足した方がいいよねとか、これを削った方がいいよねっていうのを、そっから話し合うんだって。そこに、じゃあ、性癖も書き込んでおけばいいってことか。書きますか <laughs> <laughs> あとなんか、その、借金が発覚した場合はとかさ。そう、うん、でも絶対、嘘つく、嘘つく人は嘘つくよな、その段階でな。婚前契約書とか、その結婚契約書とか。 の有効なのって、あの、お金に関する事項だけなんだよね。ああ、なるほど。そう。だから、あとは二人の口約束みたいなもんなので。じゃあ、性癖は口約束になるわけだな。だから、書いてあっても書いてなくても、その裁判の時にはあんまり重要視されないっていうか。 そうなってくるとやっぱりあれじゃない年月かけて何回もセックスして相手の性癖っていうかそれをこう見破るしかないよね。いや私だってまだ浅川さんの性癖知らないのあるかもしれないし。<laughs> それは一回や二回のセックスだけでじゃあ結婚とはやっぱちょっと考えにくいかな。あと アウトソーシングっていうかアウトソーシングする <laughs> いやだからじゃあ <laughs>、うん、俺は、えー、とその性癖を外で晴らすんでじゃああなたはそれを認めてくださいねっていう契約だったら <laughs> あそう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  <laughs> そうだったらいいんじゃない、うん、だからその奥さんからしたら自分を対象にしなければいいってことでしょ相手の性癖は外でやってもらって。自分 そこさえ目をつぶればすごくいい人なんだとしたらさ、じゃあ外でどうぞってなるよね。<laughs> それ以外にもなんかいろいろあるんだったら嫌だけどさ。めちゃくちゃ真面目でめちゃくちゃ稼いでくるけれど、この性癖だけは受け入れられないっていう場合は、じゃあそこの部分だけは目をつぶって外で我慢してくださいと。私は無理だからと。 それでもさ、逆に言うとだよ、その性癖以外が完璧な人は、性癖を,を断る女性を選ばないんじゃないかな。ああ、選ばないかもしれないとうんうんて、うん、か、選ぶ意味がない。意味がないんだよ。その、うん、ステータスがそんだけ高ければ、性癖が合う女性を探すわけだから、うん,う,んう,んうん。ってなると、そういう人はあれだね。やっぱり結婚相談所じゃなくて、そういう、あの、出会い系サイトとかで性癖の合う女性を探すんかもしんないね。それかは、本当にアウトソーシングすればいいじゃん。 アウトソーシングの何がダメなのか私は理,か理解できないのでまあ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 そんな話がねだいぶ脱線しちゃったんであれですが、はい、まあ今回はね、えー、この「20代なぜ結婚相談所へ、えー、タイパや相談相手を求め」というね日経新聞のお話でございましたよろしければチャンネル登録お願いします